はい、皆さんこんばんは、スルメです。はい、今回はですね、スーパーマリオのフューリーワールドをやっていきたいと思います。はい、前回から個人的に進めまして、今ね、猫社員48枚ある状態でございます。で、前まではね、あの猫社員をずっと集めてて、猫社員を取ればクッパがね、でっかいクッパ、このクッパが静まるっていう状況だったんですけど、今もうね、凶暴化が収まりきらなくてですね、もうね、猫社員ごときでは抑えられないから、このクッパのね、襲撃を受けながら猫社員を集めなきゃいけないっていう、めっちゃ過酷な状態なんですよ。なんでですね、この状態でやっていきたいと思います。あ、ちなみになんですけど、マップはね、こんな感じで、最初ここから始めて、猫猫島から始めて、もうこんな感じで、このクッパの周りの島をね、とりあえず全部行きました。あ、全部じゃないね、まだちょっとだけ残ってるんですけど、ここのね、チクタクアスレチックとか透明島とか、ちょっとまだ行ってないところがあるので、多分これをクリアしたらクッパと直接対決なんじゃないかなと思います。怖い怖い、マジで怖い。無理、やばいって。ひゃー、あ、待って、今猫社員があった。え、こんなとこに、うわー、離島の猫社員、今めっちゃ積み合ったんだけど、ちょっと待って、怖い。あ、でも猫ちゃん、あ、死ぬ。ひゃーひゃーちょっと待って、ちょっと今ここでいなくなるのはまずいぞ。え、嘘、ちょっと待って待って、あ、いた、この子、この名も知らぬ恐竜、この相棒がいないと私は何もできない。ちょっと狙ってたとこじゃないとこが取れちゃったんですけど、よかった。え、怖い、待って、行けないわ。え、多分なんかこれで行くんじゃないか、やっぱこれで行くのかな。これをやると多分あの猫社員が、それ違う、別物だ。あの猫社員は分かんないけど、とりあえずこれだ。タイムアタックですね。20秒、いけるかな。え、待って、マジ怖い。いや、来んな。ま、無理。あ、待って。いやー。うわあ。怖い。でも目の前にクッパいる。あ、嘘。あ、ちゃんとギガベルなるじゃん。やった。ギガベルが復活した。50個溜まったんだ。ちょっと待って。え、こ、あ、危な。ギガベルあった。これでクッパと直接対決、最終対決かな。え、でもさっき、そう、あんのよね。一個取ってないやつあるんだけど、いいのかな。とりあえず、え、まだあるのかもしれない。もしかしたら。お、あれ、クッパジュニアもなんかやってくれるの。もうクッパがね、怖すぎてね。あっ、はい、だ、いやー、よいしょ、あと1回。あと一発でいけそうな感じですね。いた。うおー。ひー。
つあんのこれ。え、これ何回何回来た来た来た、これ行ったんじゃない。どうや、水になった。あ、よかったみたいな。パパ、あれパパどこ行った？出てきたよ。普通の巨大クッパ出てきたよ。なに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 、ギガベルが3つ。ええ、どういうこと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 、なんて、待って無理。え、どういうこと、どうなってんのこれ。え、でもこれクッパはさ、この悪いさ黒いやつ取りつかれた。え、これ取っていいんだよね。え、違うの、トイレ行ったら死ぬ。え、なんか取れそうじゃない。ダメか、やっぱ行って、やっぱ逃げんだな。あ、でもこれ攻撃をかわしつつ、あ、いけるやん。なんだなんだなんだ、そんなこと。え、待って、あ、違う、全然だ。何回もやんなきゃいけないんだね。わかったわかった、容量はわかった。あ、間違えた。いけ、おっしゃ、もういい、もういい、まだダメ、まだダメ。どこ行った、どこ行った、どこ行った、ちょっと、どこ行った。なんか踏まれる不安がないから、さっきよりもちょっと怖さが少ないかもしれない。あー、まだ行った。あ、あれどこ、出た出た。あー、遅いんだね。ペッ、へはっ、はぁはぁはぁ。え、待って、無理やん、近づけないんだけど。あん、もっと捨て身で行った方がいいのかな。あ、でもこれある程度捨て身で行った方がいいかもしれん。なんか避けてるといなくなっちゃう。うわー、なんかすごいの出てきた。ないの出てきた。あー、で、いけー、来たんじゃない、これはさすがに。クッパ、え、飛んだ。巨大すぎる。こんなこんな終わり方なの。吹っ飛んだ。え、バイバイ、花火に乗っちゃった。あ、夜空にね、綺麗な猫社員が浮かび上がりましたね。あれ、クッパだと。あ、かわいい。めっちゃ心配してる、クッパジュニア。あ、正気を取り戻したっぽいよ。あ、やったやった。え、ああ、あ、やめてお父さん、こいつは助けてくれたんだよ。え、かわいい。クッパジュニア結構力持ちなんだね。
ごめんねお父さん、あんなんでみたいな。なんか捨て台詞吐っかれた。親が親なら子も子か。でかでかいでかい、この恐竜みたいな子。はい、ということでですね、スーパーマリオ 3D ワールド、フューリーワールドのフューリーワールドの方がエンディングを迎えました。はい、ただね、なんか猫社員まだ撮ってないやつとか多分あるので、エンディング後もね多分やれることはあるんじゃないかなと思うんですけど、とりあえずエンディングということで終わりを迎えました。はい、もうマリオのオープンワールドっていう時点ですごく楽しくて、ちょっと走り回ってるだけでもねちょっとウキウキするような感じだったんですけど、それプラスね巨大クッパと戦うっていうのがまた面白くて、その後半とかは巨大クッパの攻撃を受けながらステージをねクリアしていかなければいけないっていうのがハラハラ感もあって、すごく楽しかったなと思いますね。もう映像もめちゃくちゃ綺麗でしたしね。はい、でまあなんといってもね、今この絵がねいっぱい並んでますけど、クッパジュニアとね一緒に戦うっていうのがまた新鮮で面白かったなって思いますね。クッパジュニア普通敵ですけど、クッパジュニアがまあ、あ、かわいい出てきた、クッパジュニアが、クッパジュニアと一緒にね戦っていくっていうのが面白かったですね。でこの子もすごいねアシストしていただいて私もねあの下手なんでもうすごくアシストしていただいてありがたかったんですけど、私はあバイバイ私は一応クッパジュニアはあのアシストレベルはまあまあにしたんですけど、それよりもアシストしてもらえるやつとそれよりもアシストしてもらわないやつがあったので、そうレベル選べるのもいいなと思いましたね。かわいい、クッパジュニアが全部なんだろう、似顔絵というか絵日記みたいなやつをね描いたんですよねきっと。あ、いいねこれ、最後の一枚かな、パパのクッパと一緒に猫社員の夕日を見つめている絵ですね。いいね。お、あ、やっぱり100分の50って書いてあるので、やっぱりまだ猫社員あるんだいっぱいはい、ということでまだまだねやれることはありそうですね。だってまだ100分の50しか猫社員取ってないので、あと2倍猫社員があるということで、まだまだ楽しめそうでございます。はい、こんな感じでゆるゆるとやっております。もしよろしければチャンネル登録と高評価いただけますととっても嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。コメントとかもねすごく嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。普段はね主に集まる動物の森とかやってるので、もしよろしければ他の動画も見ていただけたらとても嬉しいなと思います。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。